うわあ、すげえ、いや、すげえすげえすげえ、あ、あれ、おお、あ、あ、あ、なんか前出した、やったから早く言えろー、いや、言えろ系がいいんだって。こんな素晴らしい車乗ってなんかもう本当自分がヒーローになったみたいだね。弱いな。絞れゴーゴー、マキキマキキ、車温泉チャンネル。今日これどこですか。今日はですね、この逗子の方に。あら、逗子。はい、神奈川。神奈川。神奈川の方。はぁ。逗子の方に。逗子っていいとこだって聞くよね。逗子の方に行こうかなと。いや、あいにくのちょっと雨なんでね。確かにね。これ、ここ最近でもないぐらいの。はい。別に何がとかじゃないよ。何がとかじゃない。その何がとかじゃないよね。ちょっと俺のせい感みたいなの出してるよ。いやだから、まあ、出てた。なんかそのずっと朝からね、雨ですね。いや雨じゃん。雨じゃん。いやめちゃくちゃいいね。でも逗子。いやー天気良かったらね。うん。ねえ、これあるんだよね。宮田さんは晴れてた、ね。晴れてた晴れてた。え、しおりちゃん時もまあちょっと雨降ってたけど。なんだかんだこんななんか土砂降りじゃなかったし、まあでも今梅雨だからね、しょうがない。梅雨じゃないよね。ずっと暖かったからね、ここ最近本当に、ね、めちゃめちゃずっと暖かって急に寒くなって雨降って、そう、しかも寒いっていうね。寒い、寒い、ちょっと寒かった。だから桜がまさに今満開ぐらいの時期ですから、はい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 、そう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 。晴れてたら確かにすっごくいい絵が、すごくいい絵撮れましたよ。工程も晴れのパターンと雨のパターンみたいなあんの、そう考えてるもんなの。例えば、いや、まあ、いやいや考えてないです、うん、まあまあまあ若干はあるでしょうけど、絶対これ晴れじゃなきゃ無理だっていうのね、うん、乳搾れとかできない牧場とか行ったら。忘れてた。さ、この人ほんとダジャレ好きなんだよ。ダジャレ大好き。マジでダジャレ好きなんだよ、この人。本当に。もうごめん、ちょっともうちょっと良きとこで言おうと思ったけど、もう言いたくてしょうがなくて、もう乳搾れが。乳搾れってさ、関係あらへんやん。関係あらへん、何も。いやいや、牧場とかよく行くじゃないですか、乳搾れの。牧場の。あの、やめてくんない、さっきその駐車場で、うん、俺イエローでやってたじゃん、うん、そしたら一回止めてさ、うん、次の準備してる時向井がさっきあの白い車のとこで関町さん真ん中に乗せてこう目玉焼きってやればよかったっすね。変に反白に乗ってた時になんかこうあーそうそうそう、なるほどな、そう、乗ってる中の時はそう黒っぽいから意外と俺横から見てた、はいはいはい、確かに確かに、でなんか別そんなにこうなんか出てこなかったんだけど、はいはいはい、引いてみた時になるほどなるほど、あ、これ目玉焼きって言っとけよかったなって、ね、いやなんか深刻そうな顔で近づいてきてさ、もうああいうのやめてくださいって怒られるのかなと思ったら、いや、さっき目玉焼きできました。職業病だよ、そんなさ。職業病、本当にすごい。だ、逗子ってことは横浜神奈川方面だから、大黒ふ頭とかもね。そうです、そうです、近い、ゆる大黒ふ頭一回行きましたね。行ったね、関町さんのおすすめの場所っつって行ったわ、銀シャリ橋本さんと。あ、そうだ、赤レンガ行った時だ。そうだそうだ、ドライブがてらご飯食べに行こうみたいな。あれ4人で行ったんですか。4人で行った、4人で行った。そう、全然良くなかったね、大黒ふ頭。全然良くない、もうすっごいなんか走り屋みたいなさ。これめちゃくちゃ綺麗だから絶対みんな、もう本当に。しかも何か何が綺麗かよく分かんなかったよね、だからさ。いや、珍しい形であんのよ、パーキングにしては。いやいや、珍しいですし、あそこ自体はね、その綺麗です、うん、そのなんか、言い方が、うん、でもすっごい綺麗でとか、なんかもうマジで穴場スポットとかっていう説明だったから、なんか俺らもすごいなんか期待して行っちゃったの。そういうとこあんの、もうハードルを上げちゃうんだよね。そうだよね、
君の名はもううちの相方にマジ8年分泣いたこれはやばい。それはもう期待爆上がりしてめちゃくちゃ良かったのに泣けなかったんです。そういうとこある、そういうとこあるんだよね。絞れゴーゴー、マキキマキキ、真っ白でもなんていうか、そのよく言えばその幻想的というかいやこれ晴れた日にこうカマロでね、気持ちいいと思うよ、ね、青空や、ね、絶対そうよ、絶対そっちの方がいいもん。本当にうわもう真っ白だもん、真っ白よすごいもんこれでも思ったより全然運転しやすいよ。あそうそう、おいやもうちょっとその癖とかあるのかなと思ったら、ない、会社ってそんなイメージある、そうそうそう、特にアメ車とかさ、うん、かなと思ったらアクセル踏んだ感じとかも、うん、全然運転しやすい。へちょっとなんかゴリッとしたやっぱり感じというか、なるほど、ね、重みみたいなのはあるんですけど、ステアリングとこのアクセルブレーキとか、へまあでも全然余裕、ちょっと慣れてきてるもんね左ハンドルに。でもやっぱこうやっぱ左ハンドルってやっぱ憧れだよな、慣れない、まあ、ちょっと違和感、ちょっと違和感はあります。でもこのだから車線キープするのがやっぱむずいね。はこ中央線によってこう車線キープしないといけない。右どのぐらい空いてんのかとかもちょっと感覚分かりづらい。そうそうそう、まだ分かりづらい。それこそやっぱ多分20代とかで乗る車としてもめちゃめちゃいいんじゃないかな。さっき言ってたもんね、若い人に人気だね。そう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 、車趣味でとかね、うんうんうん、かっこいいよ。20代のうちにさ売れてさカマロも乗ってさ、そういう人生。でもさ、不思議だけどさ、そのレッドカーペット世代がさ、うん、バってこう20代じゃないな。うん、確かにね。売れてた人、うん、車買ったのもうグルポの渡りぐらいだったよね。あ、そうでしたっけ。確かに。あれ？あんま車はみんな買ってなかったよ。え、でもこの辺の俺らの周りは。え、カナダさんだって買ってたでしょ。あ、カナダ買ってたっけ。おう、カナダさん、あれセンチュリー。アキちゃんもか。カナダさんセンチュリーじゃなかったっけ。へえ、だからそっか、シズルとか村犬とかが買ってないから、そういう意味。そう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 、池田とか買わなかったもんね、車好きなの。ああ20代で確かに車夢だよね。でもそういうもうあんま芸人でそういう人いないんだよね、その今だって20代で。もう着く、えもう着く、いやまだね子供かい子供かい腹減ったなあ。腹減った、早っ。えだって結局朝とか食べてないもんね。食べてない。まあでももう近いんで。あ、そうなの。逗子、はい、って結構遠いイメージない。いやでも1時間ぐらいのとこですよ。ね大黒ふ頭の方に、あれ、あ、行くの、ま、そうそうそう、行くの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 、あ、そう、あれ行くの、そういいんじゃない雨の日何も見えないよ絶対何も見えないと思うよ。いやいや、そのいや本当それこそ幻想的だと思うよ、あそこ雨の大黒ふ頭、雨の大黒ふ頭は。でもなんか雨の大黒ふ頭ってなんかちょっと歌詞でありそうだよね。確かに歌っぽい、歌っぽいけど、なんかやっぱあのサザンの歌でね、やっぱ大黒ふ頭は出てきますから。なあ、大黒ふ頭でね、うん、はいはいはい、カッコつけて、うん、はいはい、ボーリング場でカッコつけてか、大黒ふ頭でカッコつけてか、うるせえなちょっとうるせえなってことないだろ。なんかどっちか言えよ、どっちか分かっ、ちゃこっちゃ、先輩がどっちか分かってねえって言ったり来たりしてるけど一人でムーンライトバーでカッコつけてうるせえってマジで、マジでもうどこでカッコつけてもいいってあ、全部カッコつけたって、どこでカッコつけてもいいよ。いや、ここ高速ってあっという間だからね、乗っちゃうと。もうだって川崎だよ、実は。はいはい。いや、そうそうそう。知ってるよ。知ってます。そういうもん。そういうもん。うちの相方はさ、こっちの方住んでる。蒲田。蒲田。うん。そっか。で、たまに仕事でさ、タクシーチケットとかありがたいことにいただくからさ、うん、たまに上限1万円。そうね。はいはいはい、はい。手続きあるじゃん。うん。まあ、隣住みだったらもうもちろん十分。全然それで行ける。やっぱ蒲田だからたまに1枚オーバーしちゃうらしく
え、そんな行く？そんなにどう？蒲田って行くのよ。やっぱ距離結構あるの。そうなん。高速乗っちゃうと早いからあれだけど、距離は結構あるの。そうなん。羽田とかもそうじゃない？まあね。でも羽田でも7、8000ぐらいよ。蒲田はもう1万超えちゃってる。その前自腹切ってるし。マジで？でもその羽田空港からのそのタクシーで初めて帰った時のあの速さってこんな速いんだって、ね、確かにそれは思った。恵比寿住んでた時本当思った。15分ぐらい、そうでしょ、電源切ったのマジで、めっちゃ速い、ね、じゃ速いと思った。あっちだって博多や笹塚方面からでも速いでしょ。そうそうそう、今あれ新しいのできて、いやそこ一個あったよね、吉本入って、そのそうそうそう、羽田までのタクシー代が交通費として落ちるのか落ちないのかっていう、その先輩とかがさ、もう羽田からお疲れっつってさ、うん、もうそっからタクシーでとか自分の車で帰るから、うん、なんかそのなんつうのこの切なさね、あったよね。なんか自分だけこう京急あ10分後かとか思いながら、すげえ不思議なシステムだなって前から思ってるけど、その売れてない芸人ほど自腹でさ、いや売れてる芸人ほど交通費落ちるって不思議だよね。不思議だよね。そこのシステムとして逆してほしいよな、うん、サポートとして本来なんか逆なイメージあるけど、ちなみに俺だからキングオブコント優勝して、うん、勝手になんかその羽田からタクシーで帰れると思って乗ってたら、うん、あの落ちませんよって怒られたことあったマネージャーなんだろうねあの、うんうん、基準というか、そうだから劇場系はもちろん出ないけど、はい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 、でもそのね、例えばその企業営業とかそういう時は出るとか、か細かいよね、なんかね分かんないよね、そういうの NSC で教えといてほしい。どうなったらとか、うん、どういう仕事だったらとかね、理由もあるっぽいけどね、なんか顔が割れてるから電車移動だとリスクなるほどなるほど、あるからタクシーで行ってください、だから交通費落としますっていう、うん、グリーン車とかもそういう、まあ、結局そうでしょ、そう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 、だから、まあまあまあ、だからライスとかは別に顔割れないから別にさその自由席でいいっていう、はっきりゆっくり言うよねさっきはその金がないとか、なんかそのどっちもさ、なんかはっきりと確実にこう仕留めてくるよね。今青春18切符でしたっけ？違う。え、今もうそんなになっちゃってるの？俺らのそのグリーン大喜利、グリーン交通大喜利、移動大喜利、すごいよね。やめてよその小玉になったとかさ。それ最初チョコプラがそういうの流してってさ、今もう青春18切符になっちゃってる。逆にいろんなとこ行けますよね。在来線も在来線も乗り放題ですよ。でも全然プライベートでも使っていただいていい加減にしろよ。すごい、でもこのキングオブコントの回 めっちゃ出てませんでした、はい、めっちゃ出てた、まさに収録的には昨日オンエアされてたもんね、うんうん、そうなんですよ。何本中何本？14本中8本。すごいじゃん。すごいね、もうぶっちぎりの最多ね。えそれやっぱそのコントごとに主催というか、うん、あそうそうそう、コンビがいて各コンビがコント作るからね、うんうんうん、でそのキャスティングというかこの人使いたいもそのコンビが決めるってこと。そうだって松本さんもねインタビューというかコメントで、うん、なんか関町になりたいみたいな、おそうそうそう、生まれ変わったらだし、すごい、あれも本当はだいぶこのいじった形で言ってくれてたんだけど、ナタリーさんがすごいいい感じで載せてくれてたから、いやでもねちゃんといじられるまでになったっていう。そうだからやっぱまあみんな2人は当たり前かもしれないけど、やっぱ俺らぐらいだとあ個人名覚えてくれてる、いやいやあるある、名前呼んでくれてるって、ある あ, るあのレジェンドたちに、そうやっぱ最初やっぱ長田って呼んでもらった時嬉しいよね。めっちゃ嬉しいもん、ああ覚えてくれてるんやって。しかもさ長田ってさ、そうそうそう、正直さちょっと呼びづらい、そうそう、その長田とか長田って言うんじゃん、ちゃんと長田って認識して、そう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 、俺も関町珍しいから関町っていうのを、いや他なんか読めますか、関町珍しい、関町珍しいでしょ、いや館長って読む人も音読みして館長って読む人も出てきちゃうだろ、そんな文字の人いないじゃん。しぼれゴーゴー、マキキマキキ、楽しいこんな最高なこんな仕事。いや仕事じゃない。仕事じゃないの。プライベートだぜ。
ライベートエンターテインメントやってるんじゃん。仕事にしたくないっていう、うん、あくまで、あくまで。あ、そうなん、じゃあもうあんなオープニングのイエローなんてもうやめてほしい。やめてほしい、本当に。池田さんから良くない流れができちゃってる。そう、お笑い入れたくないです。そう、なんか無理やり、無理やりはもういいから。うん、自然な、そう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 、会話で、うん、楽しくで、本当にもうくだらないです。そうそうそう、何にも考えないお笑いみたいな。まあまあ考えてないけどね、あのネタは。いいだろ、言わなくて。あれ、もう着く？あ、着きますよ。まさに前行ったとこ。そうだ、まさに前行ったとこ。あの時夜だったから。これだから本当晴れてたら気持ちいいよ、これね。本当だよ。だって今日早いんですよ、いつもより。そう、夜ライブあるからね。そうなんです。ケツがあるからちょっと。あ、どっちも？うん、俺はないけど。私が今日、俺はね、大の字大地さんの送別会みたいなのが。ああ、あの福岡行くから。福岡行くから頑張ってこいよっていう多分会のが呼んでもらった。へえ。まあ大したエピソードはない。あのさ、後ろチラって見るのよ、みんな。なんかありそうな感じで。いやいや、今予定をのうの言う感じだったじゃない。そういうこと。着きました。はい、着きましたよ。はい。着きました。はい。混んでるよ、ほらみんな来てんだ、やっぱ混んでるよな。高速道路に囲まれた感じがなんかいいんですよね。いいだろ、絶対言って言えよ。パンとか食べたいな。うん、あったかいコーヒーと、あったかいコーヒーとパンとだな。うわ、朝ごはんだね。朝ごはんだ。ってる、喉調子悪いな。さっきガラガラしてずっと。さっきからおかしいね。イエローで全部この喉使い果たしちゃってました。ちょっとなんかちょっとなんかね、ないかね。はい、美味しそうなパン。大黒ふ頭ってなんかあんの、なんか。いや、俺だからやっぱ夜行くこと多いから、昼間ってあんま行かないからさ。大黒ぶたまんは、あ、いいじゃん。大黒ぶたまんは。いや、大黒、まあ確かにその大黒ぶたまんとかちょうどいい。うわー、いや、これだって食っちゃったらね、もうあんまパンがないじゃないな。中華街近いから。そうか、なるほどね。うわ、うまそう。いや、これ見ちゃったらもう、うまそう。サンマーメンなんだ、横浜名物。スタミナラーメン。うわうわこれはうまいぞ。うまそうよ、これ。これはうまいぞ。え、もう一杯3人で食うの。いや、ありだよね。いや、まあ、ありだよ、ね。どう、一杯3人で食ってみない。なんかわかんないけどさ。大黒、あ、大黒うま辛スタミナラーメン。そう、言ってんじゃん、だから、ずっと。何なの、ずっと言ってんじゃん、そんなこと。だから、大黒ついてる。ライス付きだって。今日ライスついてるから、ね。ライスついてるから。行っちゃう？いてまう。行くのね。いてまう。着いたらね。着いたらね。うん。あ、行ってた。着くよ。それ着くよ。着くに決まってんじゃん。行っちゃう。3人で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 。あ、お腹すいた。お腹すいたね。ちょっとこの後のことも、これ食べます。うん、でもういいね。甘はいらないね。甘欲しいけどね。甘いもん。甘いもん。杏仁豆腐とかあったよ。あー、杏仁豆腐か。今後でも出てくると思うよ、甘いもん。とりあえずスタミナラーメン、本当どのぐらいのスピードで食えるかっていう。もう3人で一杯だったら一瞬。まあまあ一瞬よ。大盛りとかじゃないもんね、しかも。普通もでしょ。俺とりあえずコーヒーは飲みたいなと思ってる。コーヒーはだからもうあの自販、一般でここ自販が。とにかく自販の量。自販の量半端なかった。あえてそういうあの、いいじゃん、自販のカップのね。はい、来た。はい、はい。絶対来てたけど。はい、うわ、ライスもライスはつくんだ。最後だから汁にライス落とすみたいなね。うわ、すっげえ匂い。うわ、どうする、分ける。もう好きなだけさ。じゃあもうおのおので。おのおので。おのおので。うわ、うわ、うわ、これ絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。やめてもいいって。あんま先輩最後ってことない。てか、あんま怒んないことないよね。俺が出してるよね。
いやいや、いいとかさ、なかった、全然全くなかったけど、全くなかった、ただね、向井から財布から出る線をじっと見つめてたすごい取られてるね、うん、最中、うちのスタッフだあ、うちのスタッフ、いや、あんな堂々とすごい堂々と取ってくる一般の方いるの、いただきます。うん、マカラだわ、うまっ、これいいね、芸能人と思えない飯の食い方全員立ちながら一杯のラーメン、これはもうこの汁にご飯を入れちゃいますよ、うん、うん、どう、おいしい、うまっ、大正解じゃん、一杯でちょうどいいね、3人、うん、ちょうどいい、あーあーどうすんのここで我慢か、下げるか言わなくていいだろ俺が下げるか、金払うかどうか下げますちょっと杏仁豆腐買ってもいい、杏仁豆腐、杏仁豆腐、杏仁豆腐か、アイスとかもあるよ、いやそうはね、うわ、ちょっと待って、マックスコーヒーモナカあるやん珍しい、え、あ、これ 3人、これちょっと、ちょうど3人だ、これ顔、見てマックスコーヒーモナカ、なにそれ、甘いやつじゃん、甘いやつよ、これよく飲んだよね、飲んだ、マックス、練乳入ってるね、これ練乳入って、金出さないねさてこざ、金出さないよね全然出さへん。コーヒーは買うね。コーヒーは、うん、買う。最近のしかもすっごいんだよ、本格なんだよね。ユニークな自販機1位だったよ。うん。ミル引きだから。ちゃんとミルが入ってる、この中に。香り、え、うん、え、うわ、ユニーク。何それ。コーヒーの香りとか出るってことは作ってる時に。うわー、こっから出るようになってんだ。はぁ、引いてる時に。バナナキャラメルとかあるの、ね、バナナキャラメルなんだろう、うわ、ホットチョコバナナとかあるよ、何それ、今ここでね、作るとこ見せてくれる、そういうこと、え、ほんとや、あ、そういうこと、いや、すごいすごい、バナナ、おお、おー、出てくれますか、出てくれますか、出てくれますか、何つったの、出てきた、出てきた出来上がり、ちょっと引っ張られてる、誰が引っ張られてくれますか、あ、冷たい、うるせえな、冷た、あそこなんか垂れてきた、そんなめちゃ首元にそんなほらめちゃくちゃ垂れてくる、あ、うまっ、おいしい、うまい、うまっ、じゃあめちゃくちゃうまっ、ちょっとお前行かせんなって、ここここめちゃくちゃ冷たいんだこれじゃあちゃんと見た方がいいんで、あ、でもつぶちに来たドリップが、ドリップ、これドリップ、こっちのドリップがいつでも入れたて入れたて一滴ずつ、いつでも漏れたて、なんでその一滴は俺の頭皮に行くの、抽出してる、なんだこれここいてみ、いや、いてみじゃないよ、でかいのよ、見えてんだからさ、いや、その一滴がでかいのよ、いや、じゃあもう見えてんだからさ、見えてるけど意外と肉眼では見えないの、はい、来ました、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ俺は出さねえな、アカネ、なんで出さないなんで出さないんだよこの人、うんうんうん、あ、うまい、コーヒーだ、うん、マックコーヒーだ、おいしい、あまー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 あ、ちょちょどんどんでかくなってきてる一滴が、まあ改めて言うことじゃないけど、うん、本当にお金払わないかったですね何にも何なん、何なん、別にね、もう先輩後輩とか別にないから、ついてるって言い方よくない、先輩後輩とかないからね、いやいや、その近い人が出せばいいかなと思って、その割りなんか
先輩が一番最後って時にでないぞとかラーメンの時に金出してないのにね。いやそのやっぱそのカメラ回ってないから、その向井がお金出したりとか映んないだろうなって。はーい。ごめん、あたかも俺が出したから出てるかなって。すぐ言うね。怖かったなでも。怖いね。怖いね。よっしゃ行きますよ。はい。はい。ちょっとマンゴープリンもね私は。あ買ってんのか。出るので。楽しむね。いやラーメンがちょっと美味しい。うまかったね。ラーメンうまかっためちゃくちゃ。ご飯付きっていうのはいいね。あんぐらいのサイズのね。山足が強くなってるな。気づいちゃった。実に気づいちゃった。でかちゃんさんみたいな。気づいちゃった。気づいちゃったわ。大丈夫これ寿司ついてねえこれ寿司ってやっぱ景色もいいってことだよねでしょ海とかさ寿司まででもあと40分ぐらい近いんだそんなしない絞れゴーゴーマキキマキキ向井のラジオさ毎週ねリポーターやらせてもらってんだけどはい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 、ね、結構ね俺が言い間違えたら結構すさりげなくね正してくれるのよご用達ねあ気づいた御用達だ御用達しね御用達しね恥かかせないでよいや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 やっぱそれこっちがスルーしたらこっちが恥かくから結局あ直せてないイコールあこいつも分かってないなってなるもんなそうそうそうそれは御用達って言っちゃうよねやっぱり御用達のことをはいぐったしなんであーめっちゃ雨雨だなめっちゃ雨やななんか逆手に取れないかねめっちゃ雨やな屋根開かないねこの車はね開かない大変なことだってびっしょびしょになるよびっしょびしょでも一回でもやってみたいよねなんかさ気持ちいい気候だったらやってみたいよねなんかね大雨でとか大雨で沖縄とかですかオープンカーで大雨でって走ったことないのまあね走らないの壊れないのかな機器はいや壊れると思うよたまにいやさ雨の時ってさ今日これしかもこれ土日の時とかさ、うん、今日ディズニー行ってる人かわいそうだなと思うよね思わないたまにでもさなんかさ、うん、雨限定のみたいなあったりするああ、そう、アトラクションがあるのか、その、イベントが。なんかイベントみたいな。いや、その、レインコート着てるミッキーとかさ。なんか、それなかったっけ？あるけど、やっぱこの、今日一日たまたま東京じゃない人とかがさ、まあね。もうこの日、行けるぞ、ディズニーランドって時に、なんで雨降っちゃうんだっていう。それもお風呂とか今日入んのかな？今日入りますよ。入ります今日サウナだったかな？サウナ入んの？うん。あれどこ雪のん雪にバーンってあのサウナからバーンって雪にさあれあれガーラ確かガーラなんだそうガーラ湯沢あれ何だったの知らなかったんだけどえ誰も個人ちゃんの個人で行ってたの一番最後に入ってたいやじゃああれ普通にあの俺らの YouTube で行ってたの撮影でちょっとなるほどねそうあんなとこあんだねそうほんでせっかくだからそのガーラさんにまあなんかこうまあまああの撮影許可とかいろいろ取ってアテンドとかしてもらってあそうじゃサウナもあるんですよっつってえそうなんすかみたいなへえぜひ今日空いてるんでみたいなこと言われてだから急遽怖い動画あった呪いみたいな感じで向かいーって向かいー勝手に一人で海外ね。びっくりしちゃう。普通に池田さんのやつ楽しく見てたら。そうだよな。あれっつうの、なんか始まったと思ったら、マジで呪いのビデオに切り替わってる。今これ俺だけにしか見えてない。俺だけが見れる動画なの。すごい！うわぁ、すごいよこれ！綺麗よ。もっと。これはもっと。そこれ青かったら生えてたよね。青かったらすごかった。水滴がすごいから。スイス行ったよな。スイス。
夏のスイーツ、ね、そう、夏のスイーツもう最高の友達ジャパン作るとしたら意外ともうあのメンバーかもなっていう